文化放送ニュースマスターズが悩めるビジネスパーソンのためにお送りするこのコーナー、その名も、あの人に見せたい絵。美術大好き安倍総理が登場です。どうも。言いたくても言えない思いをあなたに代わってあの人に伝える、そんな絵を毎回紹介してくれます、うん、さあ今回はどんな思いを誰に。今回はですね、はい、謎が多い上司に見せたい絵でございます。謎が多い、うん、そうそう謎がね、多そうですね、うん、政治家の方、うん、いますよ。特に謎が多いのがね、もう行動も言動も髪型も謎って人いますね。なんでそんな古い感じしてんだろう、っていうね。誰ですか。絶対言えません。それ絶対言えません。いやいや、あの文化放送にもそういうなんかこう謎が多い上司っています。いますあ、いますか。本当にいます。まあ、何してんのかなあの人、何してんのお前みたいな形とか。お前、いやいや、そういう立場なんですか。あなたの方が謎ですけどね。さあ、というわけでございまして、謎が多い上司に見せたいはこちらでございます。はい、はい、やってきました。はい、ガブリエル・デストレとその妹でございます。はいはい、なって言いましたけどねえ、これね、まずね、はい、謎が多いのはですね、はい、書いた人がわからないんです。フォンテーヌブロー派の画家っていうことしかわからないです、はい、フォンテーヌブロー派っていうのはですね、まあ当時の国王のお抱え画家集団、その中の一人としかわかってないんです、うん、これ謎が多い感じますけどね、うん、何書かれてますか。何、はいはい、女性が上半身、ね、ちょっと裸で、そうですね、まあ、ちょっとどころじゃないですね、なぜか片方の方が、はい、うん、片方の方の、うん、胸の部分をつまんでますね、うん、そうですね、うん、びっくりしますよね何これと思いますよね、はい、なんか週刊誌でもなかなかできないぞみたいなことを、ね、袋閉じでもダメですかね袋閉じでも目玉になりそうな、ね、はい、あとね、後ろの方に女性がいますよね。ですね、うん、こちらはお洋服をね、うん、着てらっしゃいますけど、着てますね、はい、で、なんかにこれ、なんかの中にいますね、2人とも。これどこにいます、ね、お風呂。ああ、お風呂みたいですよね、はい、ね、違うのかな。これはですね、なんとルーブル美術館にあるんですよ、あのパリの、はい、そうですよ、あの年間800万人を訪れる世界最大級の所蔵品38万点以上、その中で最も謎の多い絵と言われてるんですよ。まあ、諸説ありますけどね、まあ、ちょっとね、分かるとこだけでもね、はい、やっぱね、なんでこんな乳首をつまんでんのか。そうですね、まずこれお風呂に入ってるんですね、はい、当時ね、お風呂の習慣っていうのはないわけですから、まあ入浴するってことはよっぽどハイクラスな生活をしてる。これが誰かというと、タイトルがガブリエル・デストレとその妹でしょ、うん、こう右側のこのちょっとこうつままれてる方がガブリエル・デストレ、はい、つままれてる、うん、これが国王のアンリ4世の愛人なんですね、はあ、うん、でこっちの、つまんでらっしゃる、らっしゃるっていうのも変ですけどねこちらが妹、あ、姉妹なんですね、お姉さんのつまんでらっしゃるんですね、はい、そう、らっしゃるっていうのも変ですけどね、ね、じゃあこれなぜそんなことをして何の意味があるのかっていうのですね、問題でございます、はい、はい、じゃあ3択問題でございます、はい、1番、子供ができたことを表現してる。2番、女性の嫉妬を表してる。3番、自由を求めていることを表してる。自由？うん。さあ何でしょうか。うん、なんか嫉妬かなと思ったんですけど、うん、顔がそんなに。あ、怒ってない。そうですね、うん。なんか割とこの行為に反するように無表情ですよね。ふいみたいな、ちょっとちょっとつまんじゃったみたいな、いやいや、そんな感じの要素はないですねすごい冷静な感じでね、はい、わかんないな、何なんでしょうかね。後ろの人も関係してくるんですけどね、なんかしてますよね、うん、え、1番の、うん、なんかめでたい感じ、お、1番、はい、大正解でございます。そうなんです、なんと愛人なんですけど子供ができたんですね、そのことを表してる。で、後ろの女性は赤ちゃんの産毛を編んでるんです、お月の女性が、まあ、そうなの。そしてよく見てください、このガブリエル・デストレの左手、はい、ここなんと指輪を持ってるんです。あ、これ指輪、はい、ですから、まあ、正式な結婚を望んでることを
ここで表していると。まあね、本当にカトリックですから離婚ができないとか、まあいろんなこともあったみたいですね。しかも子供もね、もう4人目という説もあります。この人にとって、あの国王にとって、そう、この人が産むのが4人目、国王の子供を、はい、まあいろいろと分かっていることは少ない、まだまだ謎の多い家でございましてね。でもそういう意味が決してあのふざけてるわけではない。はい、はい、おめでとう、はい、おめでとうということだったんですね。そうでございますね、はい、というわけでございまして、今回はですね、はい、はい、謎の多い上司に見せたい絵はですね、この思わず笑っちゃう絵でございますね。はい、こちらのガブリエル・デストレとその妹フォンテーヌ・ブローハの画家でございました。どうでした、はい、ありがとうございます。いやいや、もう本当にね、すいません、もうね、いや勉強になりました。そうすればよかったんですね。あ、私も今までそうしてこなかったな。そうか、そうすればいいのか。え、おめでたの人に私も、え、つまんじゃいますね。 やめたほうがいいぞ。確かいたような気がします。やめたほうがいいぞ。局内にも、局内やめたほうが絶対行ってきます。いや、行ってきますじゃないですよ。というわけでございまして、あの人に見せたい絵でございました。アベノミクス、あの人すごいな。